当はね、血がまずくてね、これ5回ぐらい入ってるんでね。そうです。昨日のこれが最後です。これ昨日の12時半、今日っていうか、夜中の12時半に1回出た時は、普通に下坊で。ちょっとこれ見ようか。うんちは普通なんですか。はい、あの最後出たうんちです。今日の朝です。そのなんだっけ、食事は今日の朝は食べてない、昨日までは食べてるわけ。そうですね、今日の朝はとりあえずその何も食べさせてない。何も、あの夜間なんかそのやってる病院に電話をして、まあ、聞いて、でとりあえずまあその緊急性はないと思うのでって言われて、でとりあえずまあ明日かかりつけの病院で見てもらって、でとりあえず見てもらうまでそのお水とご飯を絶食って感じで、最後に食べたのはいつですか。昨日の夜ですね。夜ご飯、はい、で昨日の夜ご飯を食べて、すぐ吐いてるわけじゃない。いや、すぐじゃないです。夜ご飯を食べたのが、お湯が多分6時ぐらいとかなので、はい、で吐いてない夜中から、夜中です、吐いたの。でも昨日の朝にも戻してる、2回、昨日の朝はこれ食べて関係ない、だいぶ時間経ってから。食べたから。吐いてるものって食べ物は出ないの。ドッグフードが出ます。出ます、はい。で最後のあの写真のやつは、夜中のやつはあんな風なんだよね。そうです。その時に2回吐いたんですけど、1回目にちょっとドッグフードも吐いたのが出て、で2回目吐いた時はちょっともう違う混じってたので、途中ちょっと病院に電話してって。食ってやります。あ、そうです。なんか多分不整脈がなんかある時みたいな感じっていうか、なんかこの辺がこう詰まってる感じっていうか、でも元気がないっていうわけではない。まあまあ、いつも通りな感じで、なんかでも触れるなりは、え、なんか大変なもん食べたってことはない。そういう可能性はなさそう。変なもの、変なもの、食べ物じゃないもの、いたずらし、食べ物じゃなんか、でもその娘が、はい、ご飯を食べてるので、その離乳食ですよね、それがちょっと落ちたのを、はい、囲ってはいるんですけど、もう待ち構えてるので下で。あのさ、離乳食にさ、玉ねぎとか入ってるのあるんですか。あ、ないです。ないです。もう全然ないです。もうお米、本当お米か、はい、食べるとしたらお米と、あとブロッコリーと、でブロッコリーとかもう何も味付けしてないので、はい、まだ。本当に湯がいたこのまま。もうちょっとお米とブロッコリーとか、あとは何だろう、おやきみたいなやつかな。じゃがいもとかが入って、じゃあまあそうだよね、ニンニクにさ、ネギとかさ、玉ねぎなんて入らないですよね。そうですね。あとはだって、卵スクランブルエッグみたいなのと、そういうあのおやきみたいな、そのじゃがいもとこう混ぜて、ちょっと焼いたみたいな、ちょっとしてて、ちょっとまだ少ないですけど、入ってくれて大丈夫ですか。なんかね、お腹でね、ガスが多いです、かなりね、お腹の中に。それからなんか、お腹の上の方で胃があるんだけど、普通胃は触れないんですよ、柔軟性があるから、でもなんか胃が触れちゃう、なんか柔軟性が落ちてるんだ、まあ、それはそんだけ入ってるから胃が出てるんだと思うんですけどね。昨日も一応、まあ、夜間の先生には、うん、まあ、それ多分吐きすぎて、胃が炎症を起こして、多分、血を吐いてるんじゃないかとは言われてます。普通に、こんな初めてですよね。まあ、なんかそのたまに
とかちょっと下ぼしたりとかはあるんですけど、まあでも犬によくありがちな感じで、はいはい、でもここまで吐血するってことはなかったので、なのでちょっとびっくりして、ちょっとね申し訳ない、あの調べます。でそれと並行してちょっと治療、あの点滴したり吐き止めしたりしますね。はい、ちょっと夕方まではお預かりするんですか。はい、夕方今日5時7時だけどなるべく遅い方がいいですね。大丈夫ですか。何時ですか。6時から7時ぐらい。わかりました。にちょっとお迎えに来てください。はい、で場合によっては入院したかんかもしれないし、まあ、外来でやりそうで外来でやるかもしれないし。はい。はい。じゃあちょっとこのままお預かりしますね。はい。